大見塩津駅、大見塩津駅は、滋賀県長浜市西麻井町あまりにある、西日本旅客鉄道、JR 西日本の駅である。滋賀県の駅では最北端の駅にあたり、近畿東轄本部管区でも最北端の駅である。大阪近郊区間の終端駅の一つで、交通系 IC カードは、前原駅から大垣方面に乗車する場合は使用できない。 2018年9月15日からは、鶴ヶ方面の IC カードが利用可能になった。また、2018年10月1日からのピタパの JR 西日本ポストペイエリアは当駅が終端駅となる。当駅は北陸本線を所属線としており、湖西線を加えた2路線が乗り入れている。湖西線は当駅が終点であるが、 日中の湖西線からの新快速は北陸本線の敦賀駅まで直通している。北陸本線前原側からの新快速は当駅折り返しとなり、湖西線からの新快速と連絡する。逆に朝夕には前原からの新快速、普通列車が敦賀方面へ直通する代わりに、湖西線からの列車はほとんどが当駅で折り返しとなる。 後日の鶴ヶ駅までの直流化完成以降は乗り換え駅としての役割がより強くなった。駅番号は北陸本線が JRA03、湖西線が JRB10。1957年10月1日に付加、坂トンネルなどを含む木本駅鶴ヶ駅間の新線切り替えと交流電化完成と共に開業した。当時は二面三線の小さな駅であった。 明治初期の北陸線付設当時に一旦この塩津を通るルートが検討されたものの、深坂トンネルの掘削が難しく、柳瀬越えにルート変更して鉄道が開業した。ところが、昭和になり柳瀬越えが輸送上のネックとなったため、再び塩津ルートが検討され、戦争で一時中断したものの、5.1km 強の深坂トンネルなどで開通となった。その後、 古西線の開業、1974年7月20日に合わせ古西線部分が従来の構内に張り付く形で拡張された。古西線が東海道線、北陸線の短絡線であることから、特急や貨物列車など多くの列車が古西線から北陸線へと直通している。古西線開業時の普通列車は、大見今津駅、鶴ヶ駅間の軌動車列車が運転されているだけであったため、 湖西線から北陸線下りへの本線にはホームが設けられていない。もともと湖西線と北陸線の相互をまたぐ流動はほとんどなかったが近年滋賀県が鉄道整備事業として美琶湖環状線構造を進めており、敦賀駅までの直流化やそれに伴う列車増発、各種観光施策を打つなど湖西湖北間の移動の利便性を高める施策を行っている。 長浜駅大見今津駅直通電車運転に、最初渡り線を新設し、さらに2006年10月21日のタイヤ改正、鶴ヶ駅までの時期電化完成に合わせ、一部ホームの短縮と引上げ線の整備、渡り線の追加新設が行われ、湖西線鶴ヶ駅間列車と当駅、前原方面列車が対面乗り換え可能となるよう、工夫されている。このような列車増発、 インフラ整備に加え、県の補助施策による、小学生対象の美琶湖環状線体験学習、平成20年度で6000人目標などの利用増加のための施策もあり、当駅を挟んで列車を乗り継ぐ乗客も増えている。開業の頃は、新潟駅や大阪駅への長距離普通列車があったが、国鉄時代末期に普通列車の電車化が進み、主に、 前原駅と山駅間とその区間運転となる列車が発着していた。現在は上記の通り直流電化区間となって、北陸方面へは列車のほとんどが敦賀駅までと短くなったが、西側で京都駅、大阪駅を越え、姫路駅、網市駅、番州赤江駅まで、あるいは上郡駅からの列車が、湖西線及び前原駅経由で設定されている。 島式ホーム二面四線を持つ森土上の高架駅である。開業時は二面三線だったが、湖西線建設の際に、駅西側に森土をせり出す形で線路を増設した。最も西側を通る湖西下り線にはホームがない。そのため当たり駅に停車する湖西線下り列車は、北陸下り本線が中線に転線しなければならない。一番乗れ場が、湖西上り本線。 2番乗り場が下り1番線、中線、3番乗り場が北陸下り本線、4番乗り場が北陸上り本線である。通常の停車には1.34番乗り場が用いられ、2番乗り場は特急の通過待ちを行う列車や、大見今津駅前原駅間直通列車、当駅でスイッチバック、一部の当駅折り返し列車が使用する。ただし、古際線方面から、 鶴ヶ方面に向かう列車の一部は、特急の通過待ちを行わない列車でも2番乗り場に停車する設定がある。湖西線の当駅折り返し列車は原則として2番乗り場で直接折り返すのに対して、前原方面からの当駅折り返し列車のほとんどは、2番乗り場で客を下ろした後に一度鶴ヶ方に引き上げて4番乗り場から発車する。古西線からの下り列車は1番乗り場に停車後。 湖西下り本線側へは発車できない、渡り線がないため、2番乗り場からは、北陸本線側への渡り線を通って、下り側への発車はできる。鶴ヶ駅までの直流化に合わせホームのかさ上げも、行われたが、ホームかさ上げ分は4両分のみ。また、構内配線変更に伴い3.4番、乗り場は8両分に短縮されてしまった。ただ、 旧来二面三線の北陸線駅、下り一番下り本線、上り本線で、構成に、湖西線部分を後付けした形であり、かつつるが直流化の際に一部配線変更を行ったため、一般的なホームの使い方とは異なる。ホームの南側、前原、大見今津方面の端に風雪よけを兼ねた囲いがあり、待合室として利用されている。待合室の奥に、 地上への階段がある。駅中心よりおよそ2トル北、湖西線と北陸本線との合流、下り、分岐、上り点である窮屈掛け信号場跡までを含む、長い構内を持つ駅である。またその先、北隣の新引田駅構内までの駅間距離約5 2トルの、ほぼ全区間が、新佐古市の直下を貫く深坂トンネル、5 1 7 0ル、で覆われている。 もともと線路と同一平面にあった駅舎は、古西線建設により、線路より低い位置、洋壁横の集落と同一平面に移動した。そのため、駅舎からホームへは階段を上る。階段は極めて急であり、エレベーターなどもないためバリアフリーの面では、課題がある。現在の駅舎は、街道、アジカマの宿との構築となっている。アジカマとは、カモの別名である。 駅構内の改札外には、レンタサイクルの営業所も存在する。待合室には、お食事どころ給食屋さんという、かつて地元の給食センターで腕を振るっていた、栄養士有士が営業する食堂があったが、2017年、一杯で閉店した、待合室は、食堂営業時間外でも、利用化。駅舎からホームへ向かう通路入り口付近に、 アイコカ等の IC カード専用のカードリーダーアイコカ、簡易チャージ機が設置されていて、自動券売機、自動改札機は設置されていない。マルス端末、ポス端末とも設置されていない簡易委託駅で、乗車券は携帯車発揮によるレシートのものであるため、自動改札機を通過することはできない。また、他に、駅構内には、飲料の自動販売機、トイレがある。なお、当駅は、 前原駅が管理している。2006年10月21日に北陸本線長浜、湖西線長原から北陸本線、鶴ヶまでの直流加工事完成に伴うダイヤ改正があり、新快速が京阪神から直通するようになった。直流加工事の目的の一つである湖西地区、湖北地区の接続改善のため、校内配線が変更された。 北陸線米原方面から到着した、当駅止まりの列車から同一ホーム上で、鶴ヶ発の湖西線経由京都方面行き新快速に、また、湖西線経由の鶴ヶ駅から、当駅発米原経由の京都方面行き新快速に、同じく同一ホームで対面の理解ができる。鶴ヶへの直通が日中湖西線経由となったため、 元々の北陸線での米原敦賀間は当駅での乗り換えが必要で20分ほどの待ち時間がある。しかし米原木本間の区間列車が当駅まで延長されるなど直流化工事によって列車本数は増加し、総合的に見た利便性は増している。滋賀県統計所によると1日平均の乗車人員は以下の通りである。周辺見方は山に囲まれている。 駅前に国道8号が通っており、集落と水田が広がっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。